えー、スティーブさん、大阪のですね、50代の男性です。僕はもうすぐ59歳になり、妻子もあります。しかし、浮気がやめられません。<laughs> 何度も嫁に浮気がバレて、嫁には1億円謝,謝罪金を渡しました。その一方で嫁は相手に法的措置を取ったこともあります。浮気を止める気がない僕はサイコパスだと自覚しています。今は相手がいない状態です。この、えー、僕を元気づけてもらえるお言葉をいただきたくお願いしますって書いてありますけども。まあ、面白がりポイントはですね、あの、 この僕を元気づけてくださる言葉が欲しいという時点で、この人はサイコパスじゃないんですよ。単なるわがままなだけです。サイコパスはこんなことで凹んだりしませんよね。1億円で金額に凹んことがあっても、1億円取る嫁とまだ結婚してるのかと僕は思いますけども。まあ、イラストの方もですね、主に1億と怖い嫁がメインになって浮気したい僕の方がイラスト小さめの配分になっちゃってるんですけども。 まあで、あの、答えるとしたら、あの、あくまで僕は、えー、その人が何に困っているのかだけを考えるので、あの、浮気がいい悪いとか一切考えません。えー、嫁さんはですね、1億円の謝罪金を受け取ってるわけですよね。もう別れるんじゃなくて、1億円の謝,罪あの謝罪金を受け取ってるわけですからですね。で、受け取ってなおかつ相手を訴訟するんだからですね、もう。 もうあなたに勝ち目はないんですよ。スティーブさんに勝ち目全然ないんですよ。この嫁さんに。多分この、こっから先嫁さんはですね、この1億円のうちの何割かを探偵事務所に支払ってですね、こっから先はもっと徹底的に調査するだから、実はスティーブさんこの嫁の監視をかいくぐって次の浮気をしてもですね、それは、 やっぱり、余計に金を払うだけだし、嫁さんは相変わらず相手を訴訟するだろうから何もいいことないわけですよね。で、十分嫁さんの作戦成功してるわけですよ。いくら謝罪金を取ろうと、相手の女の方を訴えている限り、どん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 、その、なんだろ浮気をすることのダメージが旦那以外に相手にも伝わると。なので、 この旦那は浮気しにくくなるに違いないという嫁さんの戦略は100%成功してるわけですね。で、スティーブさんはその嫁さんの戦略に乗ってるので、もう今浮気の相手がいないという状況に、言い方は悪いけども追い詰められてるわけです。で、で、それでもですね、スティーブさんが、なおかつ浮気をしたい。だから元気が出るようなお言葉が欲しいというんだったらですね、もうあの方法は2つあるんですけども、どっちですかね。1つ目はですね、逃げる。 もう一つは対抗するなんですけども、逃げるんだったらですね、まあ海外ですね、最低5年以上海外で行方不明になってください。で、これまでの自分を捨ててゼロからもう一回人生を作り直して、あの奥さんにですね、謝罪金で1億払っているような勢いでですね、あの、もう一回稼ぎ直すことですね。で、これ、こういうふうにしてですね、もう行方不明になるんだったら、浮気でも何でももう一回結婚でも何でもできると思うんですよ。で、 で、これまでのですね、生活の方法とか、これまでの仕事のやり方を全部捨てるつもりでないと、向こうは1億円の資金を持って調査をするわけですから、まあ見つかると思うんですね。なので、逃げるという時はもうこれぐらい徹底的に考えてください。で、これがですね、次にスティーブさんが浮気するために必要なですね、先行投資というか、初期投資ですね。初期投資としてですね、これまでの人生を一回全部諦めて、 海外に逃げて、5年間は行方不明になるっていう、この初期投資が払えないんでしたらですね、えー、次の手段になります。つまり、えー、2つ目のですね、対抗するになります。嫁さんと対抗するわけですね。対抗するというのはどういうふうな考え方かっていうとですね、あの、離婚専門の女弁護士と付き合うっていうことですね。つまり、状況を全部もう女弁護士に話して、どうやれば嫁さんを出し抜けるかっていうのをですね、2人のですね、共通目的にして、そんな、 もう本当に言ってしまえば変わり者の女弁護士を探して、そいつと浮気するなんですよ。そうすると、その、どうやれば訴えられないか、どうやればこれ浮気っていう案件に入らないのかっていうのを、その女性弁護士の方が、あの自分についつい都合のいいようなストーリーを考えちゃうスティーブさん、多分そうだと思うんですよね。えスティーブさんと違ってですね、相手はですね、弁護士ですから、 えー、自分に不利にならないような形っていうのをですね、ちゃんとあの出してくれると思うんですね。だからあの僕が思うのはですね、あの 美味しんぼという漫画でですね、貝原雄山という強敵がいてですね、で、そいつが、わっはっは、シロー、お前のやることなんか全部お見通しだと、お前の究極のメニューとやらば、わしの思考メニューに勝てんって言ってきたのに対してですね、山岡シローはですね、なんかあの、栗田さんみたいな彼女を見つけてきて、で、それで3回に1回ぐらい、あの、貝原雄ンを出し抜くじゃないですか。あんな感じでですね、栗田さんみたいなもの好きな、 え、女性弁護士をですね、探して、そいつと浮気をすると。っていうことぐらいしかないと思います。えー、そういう彼女ができるといいですね。あの、論理でね、考えると、この奥さんに勝てないのは明らかなのに、それ以外の逃げ道を考えちゃうからしんどくなるんですよ。つまり、本当に逃げるか、本当に対抗するんだったら、今僕が言ったぐらいの、かなりむちゃくちゃなことをするのか、どっちかなんですよね。だから、形を広げるしかないんですよ。 今のその奥さんに相変わらず見つからないように何とかできるようにするって考えてるとどんどん苦しくなっちゃうからもう本当に啓を広げるかあとはもうお嫁さん早く死んでくれねえかなっていうふうに毎日神社に行ってお百度参りするという足りき本家になっちゃうので,ですねちょっとこれ啓を広げて考えてくださいよろしくお願いします